残りがひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった、目を閉じてくれ。はっ。タケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。花とは。まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。
九郎様のお考えについては聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。ではおお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな旦那。狼殿、では今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、
死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。あるぞい。一つは生ガキ、一つは干しガキ。あっちじゃ。生ガキはあっちじゃ。
駆け越えて穴くぐり生ガキもいでくれようじゃ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。
覚悟ほさ。我が息子のため、愚かにな、置いていけ、愚かなり。
猿が三匹、一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流飲の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど、読んだことがあります。流飲を断つ術があると。うん。つまり巫女は流飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとはいいなものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流飲を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。
なれど流因が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。